重な相棒を失ったドジャースの大谷翔平選手。早くも優秀すぎる通訳のパートナーを得たようです。3月26日に放送されたバラ色ダンディでは、元通訳水原隠平氏に代わって大谷選手を担当しているドジャース編成部能力開発主任のウィル・アヤートン氏の能力について伝えていました。違法賭博への関与で球団から解雇された水原氏の騒動に関して、大谷選手は日本時間の26日に会見を開き、自身が賭博には一切関わっていないことや、水原氏が大谷選手の口座から約7億円を横領していたことなどを説明。番組では日本文学研究者のロバート・キャンベル氏が会見で大谷選手の言葉を慎重に翻訳し、スキャンダルの釈明をアシストしたアヤトン氏に着目。僕は会見の通訳の英訳をすべて読みましたが、英訳がすごく適切で的確でスムーズでした。水原氏の通訳を何度か見たことがあるんですが、倍くらい丁寧ですね、と円滑な通訳の精度を絶賛していました。さらに短いフレーズごとに区切った通訳が、原稿を読み上げているとは思えないほど自然だったとして、この1週間信頼していた人から裏切られて嫌疑をかけられたという彼の二重の苦しみを読み上げてはいるんだけど、すごく気持ちがこもっていて好感を持ちましたと、アヤートン氏の仕事ぶりを称えています。いきなり重責を担うことになったアヤートン氏ですが、そのエリートぶりにはファンからの期待が集まっています。東京生まれであることも大谷選手にはプラスに作用するかもしれません。かつて前田健太投手がドジャース在籍時に通訳を担当していたことでも知られ、たびたび前田の SNS には愛嬌たっぷりにダンスを披露するウィリーとして紹介されていました。また2015年には元メジャーリーガーで前楽天監督の石井一久氏の YouTube チャンネルにも登場し、流暢な日本語を披露。19年からはマイナーリーグでのゲームデータ分析でも手腕を発揮し、確かな実力を評価されて20年よりドジャース編成部に入っています。水原氏もまた大量のデータ分析をファイル化して大谷選手の活躍をサポートしていましたが、こうなってしまった今、アヤトン氏の存在は大谷選手にとって重要なキーマンになりそうですね、と某テレビ誌のライターも絶賛しています。過去には吉本興業に所属しスポーツマネージメント業務を受け負っていたこともあるというアヤトン氏。日本が世界に誇る大谷選手の通訳を任せるにはこれ以上ない人材なのかもしれません。アヤトン氏のサポートによって今後さらに大谷選手が活躍していけるか注目が集まっています。この話題、あなたはどのようにお感じになりましたか？ぜひコメント欄より教えてください。動画に対する高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。